こんにちは。ただいまですね、千葉県の、花見川サイクリングロードを走っております。これね、別に撮った動画で、稲毛とかね、あと千葉ポートタワーとか撮ったあの日と同じ日に撮影してるんですけども、帰り道というか、海岸線に沿ってね、幕張船橋とこう帰ってこようと思ったんだけど、今、予定を変更して、花見川サイクリングロードを走って、帰ることにしております。いやー、木陰というかですね、この橋の下の日陰は本当にありがたいね。車がねバンバン通るたびに見えない塵や埃がね舞ってるとは思うんで、衛生的にね、環境的にどうかとは思うんだけど、一時的にね、日の光をこう避ける意味でああいうところで一旦休憩するっていうのはありだと思います。命拾いというかね。で、花見川の、に沿った形で、これはもう前ね、逆方向から走ってくるね、走ってきた時に撮影した動画は以前にアップしてるんですが、はい、ここはちょっと気をつけて横断しなくてはいけません。で、左右を確認して渡りました。やっぱりなんだかんだね、まだスキーで言えばね、9月の後半ぐらいなんだけど、もうね、朝晩はね、本当に鈴虫の声が、ね、これでもかっていうぐらい、泣きまくってて、非常にひんやりした、ね、気温の、状況になってきてるんだけど、日中はまだまだ暑いね。でもね、こういう、寒暖差っていうのはね、ちょっと体にね、時として応える時もあるんだけど、こういうコントラストを楽しめるのも、今のうちかなと。で、これが一日中ね、涼しくなって、で、今度ね、じわじわと朝が、もうね、底冷えがするぐらいの寒さになり、で、それがまた一日中その寒さが続くようになって、で、いよいよ冬本番を迎えるという。で、気がつけば年の瀬になって、年が明けみたいな感じなんですかね。で、この辺ね、ちょっと、ピンポイントでどこっていう、ね、指し示すことはできないんだけど、この辺はね、なんかいろいろありましてですね。で、たまにね、野菜とか果物とか、そういうのを勝手にこう栽培して、で、育ててるっていうね、そういうのがたびたび問題になってるエリアだと思います。この辺がそうだと思います。花見川のサイクリングロードのあたりで、日本にね、暮らしている、他国の外国人、某国の外国人の方が勝手にこの辺でパクチーを植えて、栽培しまくって売ってるのかな？それか自分の経営してるお店で出してるとか、パクチーって言ってもタイ人の方じゃないですよ。なんか問題になってるのは、そのタイではなくて、アジア系の、多分日本に在住してる割合が一番多い、一番ではないかな。ちょっと一二を争う、巨大な某共産国の、もう言っちゃうとわかるな。でもこれ言うとね、こういうこと言うと別にディスりまくってるわけじゃなくて、そこの国のね、私友達も何人かいるんで、その人たちを遠回しに非難してるとかって思われると、もうね、全然本意ではないんで、それはまた別ね。日本人でも、ね、よろしくない行為をする人なんて山ほどいるし、そういう国ごとの、あれでこうね、批判してるわけではないので、そこは、ご了承ください。実際そういうふうに問題になってて、で、江戸川でね、同じ国の人たちが、江戸川で牡蠣が取れると。海のね、幸の牡蠣。で、江戸川で牡蠣を採取しまくって、で、それをやっぱり自分の国のお国料理のお店で出してるというね、話はよく聞いてますね。で、その剥いた牡蠣の殻をその辺にほっぽら投げたまま行くんで、
で、あのそこ通った人がそれ間違えて踏んづけて大怪我するっていうね、そういう事件も、事故も、多発してるようです。まあそういうことはどうでもいいか。あそこがね、有名なね、ハイパチンコ店ですね。多分廃墟化してもう随分経ってると思うんだけど、一向に撤去される気配もなく、信号が変わったので渡りましょう。うん、こういうのばっかり撮ってると廃墟探索チャンネルと勘違いされると、ま、それもありかな。そう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 、ここですね。立ち入り禁止って書いてあるから、ここはもう入らないようにして。ずいぶんここもね、サイクリングもうずいぶん長く走りに来てるけど、私がねここら辺走り始めたのってもう10年以上前になるから、その頃にはもうすでに廃墟化してましたね。うん。でまあでもこうやって足場組んだりとかする形跡があって、だなんか解体する動きは多分あるんだろうけど、でもあの辺に止まってる車って廃車になってるな。タクシー、パクチーをしてる、したね、パクチーの話をした後にタクシーってのもなんだけど、うん、解体はいずれするんだろうね。いやでもその辺止まってる車完全廃車だな、ほら。廃車だ、みんな廃車だ。工事関係者の乗りつけた車じゃないんだ。ナンバーが全部外されてる。安全掲示板ってのは、誰か人がいる。あ、人がいて目が合った。やっぱりなんか やるんだね、解体。あ、人いるな。さすがにね、映し込むことはできないけど何撮ってんだよって顔された坊主頭の作業着着たおじさんにこっち目で追ってるよ怒鳴り込んできそうだなまあでもその割にはさ、全然、あ、わかった、あの廃墟をそのまま建物活用してしたまんまなんか作業所にしてるんだ、多分。なんか廃材関係の、わかんないけど。よし、じゃあもうちょっと進みますか。ちなみに今日のお供はさっき途中で買ったんだけど、サントリー天然水梅ソルティ、これ美味しいんだよね。おーっと、蜂が来た。おー、やべ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 、蜂が。ちょっと待って、避難避難避難危ない危ない危ない。これブロンプトン、もう余談だけどね、ブロンプトンでこうやって乗ってて蜂に追っかけられたことはもういざし、あ、もう多数なんだけど、一回ね、野良犬に追いかけられたことがあって、野犬。今あんま見かけないじゃない？まあ、捕獲ね、されたり、まあ、それがいいことなのか、まあ、さておいてだよ、その後の、行く末を考えると。でも野良犬がね、あれね、茨城のね、大洗とかあの辺走ってた時かな。自転車来ないか。よし。で、あの辺を走ってて、で、銚子方面にね、抜けようと思って、で、海岸線というよりはもう工業地帯みたいなところをずっとこう走ってた。大洗じゃないか。もうちょっと先かな。うん。で、海岸にね、海岸が出てきて、で、野犬がいたのよ、そこに。砂浜っていうよりは、なんて言うんだろう。ちょっと工事して、そ
こら辺一帯改装してたかなんか、で野犬がいて、あいるなと思って、ちょっと足早に立ち去ろうと思ってさ、そしたら一頭がねこっち振り向いて、そしたらみんなねこっちじわじわ歩を詰めてきたのよ。でやばいと思ってブロンプトンこう乗って逃げ出そうと思ってペダルに足かけた途端ブワーってみんなこう追いかけてきて、まあ結構距離離れてたからねすぐ飛びかかられたわけじゃないけど、あれは焦ったね。もう後ろを振り向く余裕なかったよ。もう走ってきたってのが分かったからもうダッシュでさ、でも車バンバン通るね、あの歩道とかも何にもないような通りで、でその車にも怯えながらね、追っかけてくる野犬にも怯えながらね、まあなんとか振り切ったけど、あれもっと歩を詰められてたら終わりだったな。まあ、また余談になりましたね。パクチーとか植えてんのこの辺なのかな。でも確かにそれ臭いね、あのエリアがあるんですよ、あるんですよ、そういうゾーンが。この辺はどうだか分かんない、なんかこういうところだと思うんだよね。これはもうちゃんとあのこの辺は農家の人がちゃんとやってるところだと信じたいんだけど、でも環境としてはこういう感じで不法にこうパクチーを植えてですねっていう、パクチーだけじゃないと思うんだけど、まあそういうね、私の癒しのこのサイクリングスポットにもそういうディープなね、あの人知れずそういうことしてる、ね、人がいるこうディープなエリアがあるということです。はい、じゃあもう少し進んでみます。